野浩二くんの感想がぜひお聞きしたくて、読み終わったら図書館に直接戻していただいて結構です。遊園くんを変えたのは綾野浩二くんですか？どうしてそう思うんだ？ズルのピースを当てはめていっただけです。でも踏み込まなければこれ以上の進展もないと思ったのです。一つ龍園への伝言を頼まれてくれるか、日和。はい、何なり来てくれって。用事は何なのよ。誰かと一緒にいたの？ああ、日和とな。日和？へえ、名前で呼ぶ仲なんだ。しかも同じ趣味。へえ。あんたが誰と仲良くしようと勝手だけどさ。はあ？何それ？思い出したらまた連絡する。綾野浩二くん、不思議な人だね。綾野浩二くんって。1年後の今日、こんな風に会わないか、俺と二人きりで。その時に伝えることを約束する。私も約束するよ。綾野浩二君、俺に何か用か、松下。私見たんだよね、平田君とベンチで話してるところ。平田君が立ち直ったのは偶然じゃないよね。手を抜いてるのは目立ちたくないからだ。7、8割の力は出してる。分かった、聞きたいのは軽井沢さんのこと。じゃああなたたち2人の関係って何なの？で何？あんただって椎名さんと仲良くしてるじゃない。もう行くから。 K、 何？付き合うか？え？分からない。あんたは椎名さんのこと K が他の誰かの彼女になることを阻止したいと思ったからだ。そうだ、俺は軽井沢 K が好きだ。付き合ってあげるわよ。まあ私も好きになってた。このくらいならいいだろう。まあこれくらいならね。えちょっと身長伸びたんじゃない？そうかもな。今この瞬間、大切な人を抱きしめている俺は微笑んでいるのだと。